ところが、この豪儀な小十郎が、町へ熊の皮と肝を売りに行くときの惨めさといったら、全く気の毒だった。町の中ほどに大きな荒物屋があって、ザルだの砂糖だの砥石だの、金天狗やカメレオン印のタバコだの、それから、 ガラスのハエ取りまで並べていたのだ。小十郎が山のように毛皮をしょってその敷居を一足またぐと、店ではまた来たかというように薄うら笑っているのだった。店の次の間に大きなか,らかねの火鉢を出して主人がどっかり座っていた。旦那さん。 千ろはどうもありがとうご案した。あの山では主のような小十郎は毛皮の荷物を横に下ろして丁寧に敷板に手をついて言うのだった。はあ、どうも。今日は何のご用です熊の皮、また少し持ってきたます。熊の皮か。 この前のもまだあのまましまってあるし、今日は満通言います。旦那さん、そう言わないでどうか買ってくんなさい。安くても言います。何ぼ安くてもいらないます。主人は落ち着き払ってキセルを淡々と手のひらへ叩くのだ。 あの豪儀な山の中の主の小十郎は、こう言われるたびに、もうまるで心配そうに顔をしかめた。なんせ、小十郎のとこでは山には栗があったし、後ろのまるで少しの畑からは冷えが取れるのではあったが、米などは少しもできず、味噌もなかったから、九十になる年寄りと子供ばかりの七人家内に持って行く米は、 ごくわずかずつでも行ったのだ。里の方のものなら朝も作ったけれども、小十郎のとこではわずか藤鶴で編む入れ物の他に布にするようなものは何にもできなかったのだ。小十郎はしばらく経ってからまるでしわがれたような声で言ったもんだ。旦那さん、お願いだます。 どうが、なんぼでもいい判定、買ってくんない。小十郎はそう言いながら、改めておじぎさえしたもんだ。主人は黙ってしばらく煙を吐いてから、顔の少しでニカニカ笑うのをそっと隠していったもんだ。言います。おいでおでれ。じゃあ、平助。 小十郎さんさ、二円あげろじゃ。店の平助が大きな銀貨を四枚小十郎の前へ座って出した。小十郎はそれを押しいただくようにしてニカニカしながら受け取った。それから主人は今度はだんだん機嫌が良くなる。じゃあ大きいの。小十郎さんさ、 一杯あげろ。小十郎はこの頃はもう嬉しくてワクワクしている。主人はゆっくりいろいろ話す。小十郎はかしこまって山の模様や何か申し上げている。まもなく台所の方からお膳できたと知らせる。小十郎は半分自退するけれども結局台所のとこへ引っ張られてってまた 丁寧な挨拶をしている。まもなく、塩引きの鮭の刺身や、イカの切り込みなどと、酒が一本、黒い小さな膳に乗ってくる。小十郎はちゃんとかしこまって、そこへ腰掛けて、イカの切り込みを手の甲に乗せて、べろりと舐めたり、うやうやしく、黄色な酒を小さなチョコについだりしている。 いくら物価の安い時だって、熊の毛皮2枚で2円はあんまり安いと誰でも思う。実に安いし、あんまり安いことは小十郎でも知っている。けれどもどうして小十郎は、そんな町の荒物やなんかやではなしに、他の人へどしどし売れないか。それはなぜか、大抵の人にはわからない。 けれども、日本では、狐犬というものもあって、狐は漁師に負け、漁師は旦那に負けると決まっている。ここでは、熊は小十郎にやられ、小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるから、なかなか熊に食われない。けれども、こんな嫌なずるい奴らは、 世界がだんだん進歩すると一人で消えてなくなっていく。僕はしばらくの間でもあんな立派な小十郎が二度と面も見たくないような嫌な奴にうまくやられることを書いたのだが、実に尺に触ってたまらない。